ゆき下ゆき受けるそれさ YouTube でしょ、これ絶対 YouTube あるよね、絶対あるよね YouTube にね、 あげます帰ってきた坂井君、大丈夫？大丈夫？今日からゲイになります。目覚めました。雪のベッドで目覚めました。おなら出ました。白く出てました。治ったんだけど、ね、治ったけどさ、治っても一回見たら嫌よね。嫌だ。ねえ、嫌よね。ごめんなさい。どんだけ遊んでるってなっちゃう、そうやろ、信用できないもん、ね、それは、ね、超嫌い、超嫌いカベチンコ嫌よね、カベチンコ生命と思うの、生命じゃないよ、何じゃ、生命じゃないよ、何じゃ、何医者、生命じゃないって言われた、うん、でやってないもん、医者行ったの、何じゃどっちもつなっておかしいじゃん、ちょっと待って、それ何か言ったの、皮膚科、皮膚科、泌尿器科よ、泌尿器科だよ、泌尿器科え、そのさ、お医者さんに、え、ちょっと待って、看護師さん、その受付でどう言ったの、なんか、死んだ人があってどこが悪いですかって、なんか人間のこう、コピーがあって普通さ、腕とか鍛えないのに、俺、他に丸つけたらマジ恥ずかしかった、マジあの時それだってさ、病院から調べでしょ、もちろん、調べだよ、もちろんね、じゃあ俺、それ、一回出すってことですえ、それで、その受付の人が、あ、どういうことですかみたいな感じで、いや、出すじゃん、うん、あ、はい、わかりましたね、あ、先生だな、みたいな、なんで皮膚科に行ったの、泌尿科でしょって思ったの、皮膚科に行ったんですよ、うん、なくて、なくてたの、なくて、皮膚科の病院に来たんですよ、でかい病院に、で、皮膚科の先生いないから、もしかしたら皮膚科行っていいんじゃないですかって言って、しょうがねえやって言われたんですよ、え、それはさ、その、お医者様はそう、で、生命じゃないって話したんですよ、いや、でも皮膚科の先生言ったんでしょ、そう、生命が入ったんして、うん、なんでそうなっちゃったの、これは、多分、俺車やってるから、その、汚いってで、オナニーしたから、おしっこ、こうやったり、じゃあオナニーしたんでしょ、あんたしてないしてない、ちょっとお風呂入ってやつ、いやいやいや、見てこれ見て、ほらこれ見て、やだ、しょうがないよ、これでさ、触られたと思う、絶対いやよねーねーそれはあんたスルム系のになるわよ、車来て洗っても取れないもんね、何がすか、これなんかこう全然全然でも綺麗よ、この綺麗よ、ほら綺麗よ、あんまりいじってないいいやん、どっちでもあんねん、聞かれてたろ、これ違うんすよ、一回なんか、それは一回おかしくなったの、だからあ、すいません、だから清潔な手で触ってほしいっていうことで、僕それが清潔な手で触って、いや、オナニーしたんでしょうかって、だからオナニーは本当、本当セーブじゃない、いや、セーブじゃないの分かった、じゃあ、オナニーしたんやろ、クソ汚い手でうまい汚いねオナニーしたけん、その汚い手で何回もオナニーしたけん、スルム系のになったっちゃろ、何回もだから噛みたのでも、白くあのほら、ナウシカのさ、あのほら、髪の森があるやん、ちょっとあんな感じ、いや、俺、やだやだ、あんま気づいちゃった、あまりにもシンゴが軽くなってて、どうしたと思って、すり抜けた時に相手がいて、お前性病って相手に聞いてるの、俺、そうか、1歳ではあんた今話違うよ、タックが言ったら、すり抜けた時に相手がいて、お前性病なんて聞いたって、どういうことよ、それ。